全員集合って何々。はい、二人ともどうしたの？先週の動画の視聴回数が少なかったぞあさぎ。申し訳ありません。原因は特定できてるのか？はい、前回の動画はが非常にってしまったことが原因でした。視聴者さんには教えられないんだ、ごめんね。だから今回はことで動画再生回数を狙います。視聴者さんが置き去り字幕、消せてないよ。大根おろしを青色にしたらなんで再生回数増えるの？秘書くんから何か言い残すことはあるか？脅迫みたいになってるよ。なの？よろしい解散。何が？今の一言で何がわかったの？局長待つの。どうしたんだ？解散の前にチャンネル登録なの。しないとさっきみたいに局長に叱られちゃうの。マジで嫌だ。おい。それは冗談だけど、この動画から登録者数がたくさん増えてほしいの。目標は？登録者600人、高評価2505件なの。博士みてー、村を見つけたよ。1週間よく頑張りました。探してたの5分くらいだからね。とりあえず奪えるものは奪いながら今後のことを考えよう。略奪者よりも略奪者だよな。とりあえずここでは交易でエメラルドを増やすことを考えよう。この世界にはアルケミーっていう錬金術アドオンが入っていて、一つ手に入れば無限に複製できちゃうんだよね。視聴者向けの親切な説明ありがとう。誰がいいかな？エメラルド増やすで無難なのは農家さんだよね。いや、武器鍛冶や防具鍛冶なんていいんじゃないか？それはどうして？エメラルドを入手する目的は XP クリスタルバンクの道具の入手と、ダイヤ装備を固めることにあるよな？だったら最初からダイヤ装備を売ってる防具鍛冶ならいいんじゃないかなって。それだー。王道した買い物。仮拠点に戻ってきたよ。防具鍛冶さんと交易するために石炭が必要だよね。とりあえず石炭を錬金して、そこの君、うちの事務所に入らない。急に勧誘が始まった。どういうことですか？僕たちなら君が求めるアイテムなんでもあげるよ。手始めにほら、鉄と石炭だけどどう？うまい話には裏があるぞ。うわぁすごい、ぜひ入りたいです。よしかも一匹ゲット。あ、口車に乗せられちゃった。じゃあ君はここに入っててね。どういう？君の安全が第一だから、僕にはもう自由がないんですか。さあ次の準備だ。あちゃー。さっき大量にチェーンブーツを交換したけど、これエッセンス344だね。エッセンス128のエメラルド1個で交換できちゃった。それってやばくね？エメラルドが2、3倍になってるぞ。このゲームの必勝法を見つけたかもしれない。やった。ダイヤ装備ゲットだよ。間違えてまとめてもらっちゃった。だけど今の装備を錬金しましょう。今のエメラルド数は30個。さっきエメラルド21個で買った装備を錬金すると、86個になりました。これはやばい。防具鍛冶さんがもう一人いたから換気安全に保護しよう。ちょっと何するんですか？君にはここで一生働いてもらう。こうやってできていくんだな、資本主義って。さっき間違えて石炭全部交易しちゃったから、高いところで石炭探し中。その座標で石炭見つからない気がしてきたので一旦降りよう。待ってこれ勢いがやば。買い物しす。デュエルスタンバイ。何度だって蘇るからね。どうやってゲットしよう石炭。愚直にブランチマイニングするしかないんじゃないか？見つけたー。この実験体運だけはいいんだから。運で勝ち抜いてきてるからね。そこは否定しろよ。もらってくでー。これは買いや。そして錬金します。いつの間にかケミストリーが村に持ち込まれてる。さっき交易した目の前でエメラルドが増えていくのはどんな気持ちなんだろうな。まあ。はいまた地下探索中だよ。黒曜石が欲しくて溶岩を探してるな。1個だけあればあとは増やせるけど、逆に最初の1個探すのがきついな。なんて言ってたら出たじゃないか。そういう風に編集してたからね。やったーマグマだー。アッタイヤもある。アドオンによって感覚を狂わされたカエル。よしこれで黒曜石も錬金しちゃおう。ネザーゲートも作れるな。でもネザーゲートを作るのはまだ先かな。とにかく経験値バンクを作らないと。グローストーンいるじゃん。しめしめ。はいネザーついた。グローストーン取った。また会う日まで。何をそんなに行き急いでいる。もっとゆっくり探索すればいいじゃないか。忘れてると思うけど今僕肉と魚禁止なんだよ。早く食べたいの。そうだったな。これでようやく、XP クリスタルバンク完成。ここから経験値を貯めて延茶していきたいけど、何か有益なトラップはないかな。経験値と一緒に金が手に入ると錬金しやすいよね。ピグリントラップを作ろう。純真さんも動画で言ってたな。クリスタルバンクとピグリントラップの相性バッチリって、いいか買い物、10×10 だぞ。それくらいわかってるよ。ずれた。わかってないじゃん。そんなトラブルも乗り越えて、無事完成したよ。今日はテンポがめちゃくちゃだな。この後ボス戦が5体分待ってるからね。僕はここで経験値貯まるまである程度放置。村人たちは安全な場所に隔離したよ。さっきの防具鍛冶さん出られたんだな。というわけで経験値を、約1万まで貯めました。やりすぎじゃね？ゾンピグたちが落とした金のほとんどはエンチャント瓶に変換されたよ。サバイバルでエンチャ瓶って有効活用できたのか。じゃあここからじゃんじゃんエンチャしていこう。こうやってエンチャントして、して、経験値が足りなければ引き出して、これ便利すぎるな。またエンチャントしてを繰り返せば、エンチャント完了。どんなエンチャントするかみたいな考察ゼロ。ちょっとやりすぎでは？だって急がないと動画尺が足りない。そうか、じゃあこの最強装備を使ってボス戦に必要な最後のアイテム、ヒドラクリスタルをゲットしに行こう。あらかじめ土台となるアイテムだけ作っとくね。ヒドラのオベリスク、踊り出しそうな名前だな。バジリスクじゃないからね、試しに1個設置してみよう。おおかっこいい。この口にクリスタルをはめ込めばヒドラが召喚できるらしい。クリスタルを落とすモブは、エンダーマンイザスケブレイズガーディアンオーデンだ。じゃあまずはネザーに行ってクリスタルをゲットするぞ。なにクリスタル持ってるじゃないか。まさか買い物。録画ボタン押すの忘れてました。サバイバル実況不慣れなのがバレバレで草。でってもここから挽回するから。今は何してるんだ？エンダーマンを沸かすための空間を作ってるよ。ここでエンダーマンを借ります。あれ、前ゲットしてたじゃないかプルプルクリスタル。なくしちゃったー。アホタレ。にしても採掘速度やばい。ツルハシにも効率強化ついてるからビーコンなんていらないレベル。エンダーマン覚悟ー。あっちいなかったわ。一旦遠くまで離れて。エンダーマン覚悟ー。あっちいなかったわ。これ地上の方が早くないか？まさか、僕が頑張って作った脇施設より地上の方が早いなんてことあるわけ。地上の方が早かった。やっぱり、これで3つ揃った。次は海底神殿に行こう。移動シーンはバッサリカットです。別々に録画し忘れてたとか、シャンクベース見ながらの移動で一直線に移動してたとか、そんなのじゃないんだからね。はいはい言い訳をつ。許して、これ月曜日の朝8時投稿予定なのに今日曜日の24時なの。間に合うのか？その答え合わせは視聴者さんのみぞ知る。オラオラー、クリスタル落とせー。そこでジャンプして民会、チャリンチャリン言うてはりますがな。何弁？ってか今クリスタル落としてなかったか？ポンと、今追っかけてるの倒したら確認するね。本当だー。これで4つ目のクリスマスゲット。クリスタルね、拠点に向かって一直線帰宅。別々に座標をメモしてるからそれに従って。ここまでマジで長かった。だけど最後が鬼門だ。なんせオーデンを倒さないといけないからね。しっかりと念入りに準備して向かうんだぞ。着いたよ。おい、まさか丸腰でオーデンに挑む気か？いや、ゴーレムさんの力を借りて、鉄ブロックもカボチャも忘れたー。アホ草。戻ってきたよ。往復の距離がエグかった。ちゃんと準備しないからー。ここからどうやって降りよっかなー。アイテム落とさないようにな。音に反応しちゃうから。とりあえず横に掘っていこう。壁沿いー。やばい。どうしよう。焦るな。焦らずゴーレムを設置すればなんとかなる。オッケー。ブロック設置の音が反応するー。それで呼び出して戦えばいいんだ。よし十字架はできた。落ち着け。あとはカボチャを置くだけだ。狙いを定めて。博士落ち着いて、大丈夫すぐ設置し直すから。よしなんとか召喚はできた。意外と湧かないな。アイテムも入れ替えて準備万全なんだけど。ゴーデンさんこちら、音の鳴る方へ。随分と余裕そうだな。めっちゃビビってる。とりあえずゴーレムを援護するんだ。絶対に鉄を与え続ける。それが僕に課せられた使命なのだ。バトル開始。いやー、分かってはいたけど、博士それは言っちゃダメだよ。地味だな。ダメー。ってまずい、ゴーデンとゴーレムの立ち位置が入れ替わった。いけ、カエモン。僕はポケモンじゃないよ。もうなんとかなれー。博士見て、僕意外と戦えてる。回復のエフェクトが強力でオーデンの攻撃よりも回復速度が速いのか。博士、これなら勝てるよ。僕帰ったらたらふくお肉食べるんだ。死亡フラグを立てるな。今はとにかく戦いに集中しろ。いけー。よっしゃー。これはマジで死ぬかと思った。なんとかゲットしたので早くここをおさらばしないと。では拠点まで、カット。ただいまー。うまくいったね。それじゃあオーデン討伐クラフトはここまでということで。違うまだ終わらない。ここからヒドラを倒すんだ。もう眠いよ。だってもう深夜2時だよ。それは事前に撮影してないお前が悪い。今の音は何？今の音は中の人が自分で言って自分で食らった時の音だな。メタ言って、というわけで準備は整った。いざ決戦の舞台へ。って言っても村から距離を取るだけだけどね。それじゃあここを戦いの舞台とするよ。ヒドラバジリスクを置いて、オベリスクな。まずは水の結晶をはめてみよう。おーなんかおしゃれ。何か操作しなきゃいけないのかな？右クリックしたら舞台が広がった。結構貴重なブロックがこんなに生成されるなんて、建築税にもいいアドオンかもな。いや僕にはアルケミーがあるから。あの錬金術はやばかった。なんか出てきた。あれは水ヒドラだな。弓や攻撃は効かないのかな？一旦近づかないといけなさそうだ。それじゃあ近づいてみよう。うわー、起きた。カエモン気をつけろよ。吹き飛ばされた。さすがボス。一筋縄ではいかないね。しかも今炎を吐いてたように見えたぞ。これがボスの力か。毒を食らった。一瞬の隙も見せてくれない。カエモン。こんな強力なボスをあと4体もなんてきつすぎる。開門聞いて。近距離攻撃は危険だ。遠くから慎重にダメージを与えよ。何さ博士、僕は今お肉をかけた真剣勝負中だよ。そうには見えねえんだよ。だってお前さっきから1ダメージも受けてないよな。回復のエフェクトが強すぎてぬるゲーにしか見えないぞ。さっきのボーデン戦の方が緊迫感あった。ボーデンめ、僕の真剣勝負を汚すだなんて。そう思うならそのパワーストーンを置け。それは無理、絶対無理。なんでだ。僕は深夜3時までに撮影を終わらせないといけないんだ。それは撮影を先延ばしにしたお前が悪い。ああ、今中の人の心臓が3つくらい弾け飛んだ。いじめるなんて最低。先生に言っちゃおう。好きにすればいいだろ、そっちが悪いんだから。どっちにしてもそろそろ1体倒せそうだね。ノックバックは厄介だな。とどめだー。よし倒した、次に行こう。簡単すぎて達成感生まれてないじゃないか。次はスケルトンクリスタルだよ。ウィザスケ倒してゲットしたものなのに、見た目はエンドっぽいね。まあ気にするな。後で装飾の金やエメラルドをもらっていこう。うわあ、白い。ガラルデスカーンみたい。デスバーンな。どっちかっていうと骨ザウルスでは？それじゃあ討伐しました。ダメだろ。ボス戦出ました編集はダメだろ。ウィザー状態にしてくる厄介な敵だったな。棒読みすぎる。それはゆっくりだからね。3体目、ブレイズのやつ。ファイアヒドラな。このフィールドも金原石ブロックがたくさんだね。エッセンス高いんだよね、金って。考えが錬金術に支配されている。さあどこからでもかかってこい。炎毒体あたりなんでもござれだよ。三人称で戦うというナメプが過ぎる。4倍速で流されるヒドラさんかわいそう。はいどんどん、ここまで来た感想ですが、どのボスもノックバックが強いですね。それしか言うことなくなってるじゃないか。4体目プルプルヒドラ、召喚シーンまでカットされた。でもこのボスは他と違って厄介だよ。ほう、それはどんなところがだ？床に真空の木材が使われてるでしょ。斧で攻撃してるとすかした時に床を壊しちゃって、少し戦いにくくなるんだよね。ゴサゴサゴサ、結局受けるダメージは一緒なんだから。はいよいしょ。かっこいいにはかっこいいんだけどな。でもラストはやばいかも。ウォーデンヒドラか。これまでのは言ってもちょっと強い敵モブからドロップしたクリスタル。ウォーデンからゲットしたこいつはかなりやばい可能性がある。ここに来てようやく見応えがありそうだ。さっきまでのはエンドラ未満だったが。はい、未満って何があるの？コバエ？さすがにかわいそう。ここは慎重に弓矢でダメージを与えよう。ビーム打ってきた。うわぁ、盲目だ。近づくしかないじゃん。気をつけろよ。奴の力は計り知れない。さっきまでとそんなに変わらないよ。映像映えしねー。ほい、やったー。ヒドラ5体討伐完了ー。マネーやドーンはやりすぎたか。ということでどうでしたか。本当はここからヒドラを育てて味方にすることもできるけど、僕はお肉が食べれれば十分だから。まあ今回のことで何が大事かわかっただろ。うん、お肉を食べずにサバイバルすることで食のありがたさを実感できたよ。いや違うぞ。え？俺が伝えたかったのは、お前の食事代は全部局長がお金を出してるからお金を大切にしろよってことだ。局長いつもありがとう。